はい、木の店三目です。これは、長さ180センチが、180センチの長さで、幅が90センチの、杉のテーブル用の板、一枚板です。産地は、吉野、奈良県。この木を今から、いつもの植物油オスモカラーで塗っていきましょう。これですね。じゃあお願いします。これはね、楽しみですね。どんな色が出るのか。黒い杉、あー、いいですね。この木は、秋田の市場で、仕入れに行った時に出会って、何年か前に出会って仕入れた、板なんですけれど、まあ吉野ということで、すごくネズミはものすごくいいんですね。これぐらいの年輪幅も本当に細かくて、樹齢の高い、まあ、いわゆる天然杉ってやつなんですけれど、この色がやっぱりその谷の方 の、 あの水辺に近いところで、育ったようで、こういう独特なこの黒の神代杉のようなね、茶神代みたいなこんな色なんですけど、やっぱ 白田が綺麗なので、普通のやっぱり立ち木なんですよね。さあどんどん塗っていってますけど、今回の仕上げは、まあ、両面プレーナーをして、その後にこれ鵜作りね、鵜作り仕上げ、ブラシで鵜作り仕上げにしてます。だから細かい夏目の柔らかい部分が、落とされて、この冬目の硬い色のついたね、ところが残されて、ちょっとこう手触りがいいですね。でこっちのね、この耳のこの部分ね、これも結構いい感じの木が出て、これも、そうですね、ペーパー当てて仕上げた後にブラシでちょっと目出しをしてますね。どうしてもね、杉のテーブル板は柔らかいので、まあ、好みなんですけど、表面仕上げ、ツルツルの調子上げにし、してもいいんですけど、やっぱ傷がね目立ちやすいんで、でうちは特にオイル塗装が多いので、時間が経てばオイル塗装って傷とか汚れってすごくどん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 ね、木の中から油、これぐらいの木だとやっぱ油分もかなり含んでて、で人工乾燥してないので、これからの経年のね、こう艶というか木味がどんどんね、艶出てきて、でそれがね、汚れなんかももうついてもね、本当に気にならないぐらいまでなります。それまでの間が、まあ、何年かね、輪染みにちょっとね、輪染みの汚れとか必ずつきます。つくんですけど、それをこう経過していって、一緒にね楽しみながら使っていただくと、いわゆる今でいう古道具、古民家のようなね、昔もウレタン塗装って使われてないので、大昔はやっぱり油で仕上げてた、もしくは無塗装のまんま仕上げて、木の状態、木から出る油で仕上げたと思うんですけども、はい、あとここですね、ここの小口の、これもこの木もだいぶ芯からは離れてるんで、だから本当相当大きい原木だったことが想像できます。これもそう、いいですね、いい感じで仕上がりました。はい、
吉野杉のテーブル板、これが1回目の塗装、エキストラクリアという塗装で、一気に結構染み込んでいくタイプなので、これが1回目。あとこれ最終3回、この上に今度は床用のフロアクリアっていう、床用のワックス分が多いフロアクリアエクスプレスっていうのをこのあと3回ほど塗っていきます。そうするとまたさらにツヤがグッと出てくるので。ご視聴ありがとうございました。